お待ちいただけますか。はい、はい、お愛想ってお分かりですか。感情ですね、はい、なんか言わんのですか。あ、ありがとうございます、ごちそうさまでございました、またお願いいたします。またお願いしますってどういうことですか。そんな厚かましい人普通ないですよ。急に言っちゃうよな。なんで目つぶってんの。出ていくまで、なんで出ていく意味わからん。失礼いたしました。あ、危ない、ね、あばっかりしか言えないのか。 ありがとうございます、ごちそうさまで。ありがとう、あぐらいだったら3歳の子供も言えるわ。僕が払います。できました。